二子玉川津田屋家電で、文学のコンシェルジュをしております北田博光と申します。本日ですね、世の中にたくさんある講談社文芸文庫の中から僕が最も、面白いと思う一冊をご紹介します。藤枝静雄という小説家の電信遊楽という小説をご紹介します。この小説は、骨董屋が、主人公の小説で、池の中に沈んだ、焼き物とかお皿とかが自由に語り出したり、あと偽物の、お皿がこう人に化けたり空を飲んだり、あとブイノミと金魚がこう交尾をして子供を作ったりと、もうとんでもないはちゃめちゃな小説なんですけれども、まあ、結構今現役で活躍されている小説家でも前衛的な小説を書く方いっぱいいると思うんですけれども、本当この小説にはかなわないんじゃないかなと思うぐらいもうぶっ飛んだ小説です。でこの小説がまあすごいのは、この小説を書いた藤枝静雄がですね、電信遊楽を発表したのが69歳のかなりこう高齢になってから書かれた小説ですね。こんなこう頭がおかしいイカれた小説をですね、69歳のおじいちゃんが本当に書いたのかっていうぐらいもうすごい面白い小説です。これ以上に面白い小説ってなかなか僕は、今までほとんど出会ったことがないぐらい面白いので、もう逆にこれ以上面白い小説をご存知の方は教えていただきたいぐらいなんですけれども、未読の方がいらっしゃったらぜひ手に取ってご一読ください。よろしくお願いいたします。